どうもこんにちは。今日なんですが、冬のキャンプ暖房設備があればめちゃくちゃ快適に過ごせるわけなんですよ。薪ストーブ、こちら並んでますね。それとこちらの石油ストーブ、これがあればめちゃくちゃ快適になります。しかしながらコストも時間もかかる薪ストーブ、この薪ストーブがマウントスミのオーラというやつですね。今年買いました。2021年モデル最新版。そして奥にあるのがウィナーウェルの薪ストーブです。これを購入した時はまだ日本での取り扱いがなくて、アメリカのアウトドアショップからわざわざ取り寄せました。送料と本体代合わせて6万円ちょっとかかったんです。めちゃくちゃ高かったです。これ買った当初はね、まだ G ストーブしか日本国内に販売がなかったので、本格的なアウトドアストーブっていうのは日本国内で買えるのは選択肢がほとんどありませんでした。時計型のね、ブリキの薪ストーブを使ってる方、まあ結構たくさんいらっしゃったんですけども、まあそれか G ストーブっていうぐらいでしたね。このウィナーウェルの薪ストーブ買ってからだいたい4年目ぐらい経ってるんですが、未だに毎年使っていて、買ってよかったなと思えるキャンプ道具の一つです。でこちらに並んでるのが石油ストーブですね。石油ストーブ、まあこちら2種類並んでるんですけども、どちらも豊臣製でホームセンターで買いました。今こちら持ってる黒い方が7000円ちょっとでめっちゃ安かった。もう安いのでいいかなと思って買ったんですよ。石油ストーブ、薪ストーブに比べたらね、導入コストがかなり安いですし、まあ家でも使えるので、キャンプだけではなく、まあ活用範囲が広いので、まあいいかということで2つ買っちゃったんですけども、まあそんなことはさておき、冬のキャンプで暖房設備があればめちゃくちゃ快適になるわけなんですよ。薪ストーブ、石油ストーブについて少し話そうと思います。この動画はこれから薪ストーブ、石油ストーブを導入しようと考えている方、薪ストーブ、石油ストーブを一晩使うとどのぐらいのコストがかかるのか気になる方、そんな方におすすめの動画です。冬キャンプにおいて薪ストーブ、石油ストーブってあればめちゃくちゃ映えますし、かっこいいですよね。一気に上級者になった感じしますよね。実際にキャンプに石油ストーブ1台あればめちゃくちゃ快適です。もうそれはキャンプではなく家にいるのかっていうぐらい快適になります。でもすごい導入に勇気いるし、買うのも高いし、そして夏の間の保管場所は車での運搬のスペース、いろいろなことが気になりますよね。で導入に関してすげえ勇気いると思います。でその実際導入に関するコストと運用に関するコストを話していこうと思うんですが、薪ストーブ、石油ストーブどちらも最低2万円以上はしますし、安く手に入れられたとしても1万円は最低かかる。これめちゃくちゃ勇気いりますよね。そしてキャンプにそこまで行かないし、冬の間何回キャンプに行けるのかと考えれば、まあそれ考えたらキリがないですし、考えたら買わない方がいいですし、家の中でゆっくり鍋でも食ってた方がいいと思う。Amazon で薪ストーブの値段を調べてみました。2021年11月の初め現在での Amazon での値段です。12,000円であるんですね、薪ストーブ。以前はこんなに安くなかったんですけども、これだけ安ければ石油ストーブの導入コストとあまり大差はないので、まあ、薪ストーブもだいぶ導入しやすくなったかなということでしょうね。安価な中国製とか、まあ、使い勝手を考えられて作っているのかどうかは別ですが、まあ、それなりに使えるもの中で木が燃えれば十分だと思うんですよ。まあ、それでも導入には12,000円最低かかります。石油ストーブも安ければこちらが7000円台で買ってますので、まあまあ安く導入して冬キャンプを楽しむことができます。続いて石油ストーブ、薪ストーブの運用コストについて話そうと思います。こちら石油ストーブ、石油を入れればあとは火がつきます。薪ストーブは薪を入れて燃やせば暖かくなります。それは当然分かっていることなんですけども、それぞれ一晩使えばどのぐらいの、まあ、お金がかかるのかというところなんですよ。まず運用コスト云々の前に、基本は絶対テントの中では薪ストーブ、石油ストーブどちらも使わない、テント内下記厳禁と書かれているテントが多いですね。まあ使ってはいますが、毎年何らかの事故で亡くなられている方はいます。今まで何十年とテント内で運用しているベテランキャンパーさんも亡くなられているニュースを目にします。別動画でですね、一酸化炭素中毒について一つ動画も上げておりますので、よければそちらも見てください。そして運用コストの話に戻りますが、薪ストーブ、石油ストーブをテント設営後、お昼12時ぐらいから寝るまでの22時頃までダラダラしたとして、10時間運用してどのぐらいのお金がかかるのかというところでお話をします。結論から言うと、薪ストーブの方が圧倒的にコスパは悪いです。燃費はめちゃくちゃ悪いと思った方がいいです。
薪をどこかで調達できる人にとっては断然安いかもしれませんが、普段薪なんてただで手に入らないですし、キャンプに行くときにキャンプ場で買ってる、行く前のホームセンターで買ってるという人にとってはすごい高い出費になると思いますよ。1回のキャンプでも薪3束は最低ないと暖かく快適に過ごすことができないと思います。3束って言ったら1束700円でも2100円ぐらいしますからね。まあ、ホームセンターで売ってる一般的な薪の1束の単位で考えていただければいいと思います。まあ、それを燃やし続けて快適なキャンプを行うことができます。そして夜、寝る前ぐらいにちょうど薪がなくなって燃え尽きるというぐらいだと思いますね。でもテント内で火をいじれるワクワク感は圧倒的に楽しいということ。薪ストーブの中が薪でいっぱいなのに、無駄に薪ストーブのドアを開けて中をいじくったり薪を突っ込もうとしてしまうっていうことがあるんですよね。そしてテント内で火を燃やすので、当然開閉にした時に灰が落ちたりとか中にすすが落ちたりっていうのがあって、テント内を汚してしまうっていうデメリットもあります。でも圧倒的に薪ストーブは楽しいです。私が1泊2日で薪ストーブを持ってキャンプに行った場合、薪をどのぐらい消費するかということを考えれば、まあちょっと余裕を持たせて4束ぐらい持っていくと思います。まあ薪はそのあたりの山で拾ってくるんでタダで手に入るんでいいんですが、もちろん人の山に勝手に入って薪を取れば捕まってしまいますので、その持ち主、山の持ち主に了解を得た上で薪は拾ってください。これ過去に薪ストーブを持ってキャンプに行った時の薪の持ってた量なんですけども、これが2泊3日のキャンプに持っていた薪の量です。さすがに全部は使わなかったですけども、この半分以上は消費をしました。このぐらい持っていってやっと2泊3日快適に過ごせたかなというぐらいですかね。まあ日中することはないんでガンガン薪を燃やして焚き火を楽しんだっていう感じのキャンプでしたね。でもね、これはさすがに持って行き過ぎましたね。夜中中ずっと薪を燃やしてましたから、このぐらい必要だったのかもしれませんが、でも薪ストーブ持って行って途中で薪がなくなって何も燃やすもんがなければ、それほど寂しいことはない。続いて石油ストーブの運用コストについて話そうと思いますが、石油ストーブはめちゃくちゃ安いです。どちらのストーブもだいたい3から4リットルタンクに入るんですが、この 3,4 リットルあれば1泊2日のキャンプは満足に行うことができて快適です。石油4リットルをガソリンスタンドで買っても1リットル100円もしないので、だいたい80円前後と考えても320円ぐらいで済みますしね。一晩使って320円だったら安い方じゃないでしょうかね。薪ストーブは薪をタダで調達できる人にとってはかなり安いと思いますが、購入するしか手段がない人にとってはかなり高くつくと思います。まあその分ね、まあ、楽しみだったりロマンだったりのがあるんですけども、やっぱりね、石油ストーブの方が安定して使えますし、設営撤収も楽ですし、運搬にもそこまで場所を取りません。なんで薪ストーブは石油ストーブに比べて薪を購入して使うとすれば10倍ぐらいのコストがかかると思った方がいいと思います。10倍ですよ、10倍、めちゃくちゃ高いです。ただ薪を拾ってこればタダやんって思うかもしれないんですけども、僕は実際薪を拾ってきてその薪を使ってるので、まあ運用に関してはタダなんですけども、その労力がすげえかかります。薪を拾える山まで行って薪を取ってきて、そして玉切りをして、で使えるサイズに薪を割る、そして焚き付け用の小さいものまで作らないといけない。まあそれがキャンプの楽しみだろうって言ったら、それが趣味なんで僕はいいんですけどね。以上、ここまでが薪ストーブ、石油ストーブのランニングコストについてお話をしました。続いて石油ストーブ、薪ストーブのメリット、デメリットについてお話をするんですが、導入、値段、設営、撤収、ランニングコスト含めて圧倒的に石油ストーブが楽なんですよ。一度灯油を入れて点火をすれば安定的に暖かいですし、しかしその手軽さがちょっと寂しいと感じる時はあるけども、焚き火をいじくる楽しさをテントの中で楽しめるのが薪ストーブ。導入、値段、設営、撤収、コスト、どれをとっても石油ストーブには投的にかないませんし、キャンプ以外に室内で使うわけにもいきません。ほぼ全ての面において石油ストーブに圧倒的に敗退をしているんですが、火をいじる楽しさや世話が焼ける可愛らしさ、夏でもブッシュクラフトの調理道具として熱源として使えますし、そのあたりがね、圧倒的に楽しい薪ストーブなんですよ。薪ストーブもデイキャンプで使ってる動画もアップロードしておりますので、よければそちらも概要欄にリンクを貼っております。見てください。デイキャンで石油ストーブでおでんをしてたらね、ちょっとみすぼらしさ満載になっちゃいますしね。やっぱり快適な冬キャンプには暖房はあった方がいいです。薪ストーブはソロキャンパーやカップルキャンパーにおすすめですが、ファミリーキャンパーにはおすすめできないですね。ダントツに危ないです。火傷の危険が圧倒的にテント内に増えます。テント内に設営した時にテント内を占領するスペースも圧倒的に薪ストーブの方が多いです。この画像を見てください。薪ストーブの設営時の画像ですね。薪ストーブを置くだけだったらそこまでスペースを取らないんですが、薪ストーブを置くに関してそれ以外のね、薪を
を置いたりとか、薪をいじくるトングを置いたりとか、灰を捨てるバケツを置いたり、地味に場所を取るんですよ。そして煙突周辺も近寄ることができないぐらい危ないですし、ふとした時に頭が当たったりっていうのがあるんで、ちょっと怖いんですよね。まあそんなこんなデメリットがめちゃくちゃ多い薪ストーブなんですが、このデメリットさえ克服といいますか、受け入れてしまえば、あとはすごい楽しいキャンプ道具なのは間違いないです。薪ストーブは石油ストーブに比べて圧倒的に楽しいです。以上、薪ストーブ、石油ストーブのメリット、デメリットでした。長らくのご視聴ありがとうございました。薪ストーブの煙突をテントから外に出す保護カバーの作成 DIY 動画も上げておりますので、よければ概要欄にそちらもリンク貼ってます。よかったら見てください。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。